模型航空におけるフリーフライトは模型航空機が飛行するとき操縦されず自立飛行を行っている状態のことである。フリーフライトは模型航空機が飛行するとき操縦されず自立飛行を行っている状態のことである。これは機体の構造の条件ではなく飛行の状態を表すため発行の際栄光策を使用したり着地の際に デサマライザーを使用して操縦することは容認される。フリーフライトの反対の状態は、ラジオコントロール、コントロールラインのように、地上などにいる操縦者が、電波や工作などを使い電子的機械的な方法によって、飛行中の機体を操縦している場合である。航空の早々機に、模型航空機が出現した時点では、模型機に対して飛行中に行うことができる。 操縦手段は存在しなかった。従って、すべての模型航空機はフリーフライト状態にあり、操縦の可能性の有無によって区分する必要はなかった。しかし1930年代に電波や工作によって模型航空機を操縦する方法が発明、開発され、操縦の可否による模型航空機の分化が生じた。 初期の各種の模型航空機操縦装置は複雑で重かったため RC 機と CL 機はその負担を容認した上で操縦機能を使って楽しむことに特化した。他方フリーフライト状態で競技飛行を行う模型航空機はその状態にこだわり同時に性能低下を避けるために重量増加を伴う操縦装置を排除した。したがって この時代においては、機体の設計や装備などのハードウェアにおいて、操縦型の模型機とフリーフライト型の模型機と明確な差異が存在した。そのため、慣習的に機体の型や装備によって、フリーフライト機と呼び、それによって、フリーフライト競技への参加条件とされていた。技術進歩によって、操縦装置が小型軽量化し、信頼性も向上した結果、FF 機にも、 競技性能の犠牲を伴わずに搭載可能となった。第二次世界大戦が終了し、模型航空の国際活動が再開するとき、技術進歩した環境の下に、フリーフライトの内容が再検討され、文頭の定義のように、機体の構造ではなく、飛行状態を意味するものであることが確認された。電子機器の小型軽量化に伴い、模型飛行機でも、高度の判断、 操舵能力を持つサーマルセンサーとコンピュータ、サーボ操舵機構のセットを搭載可能となった。地上と無関係のフリーフライト状態でありながら、高度の広報能力や状況に応じた判断、操舵能力を持つ模型飛行機が実現可能となった。この状況は飛行中の操作を排除した伝統的なフリーフライト状態と乖離するため、 ファイスポーティングコードのセクション 4C 模型航空機1.3模型航空機の区分の1.31フリーフライトコードは以下のような拡張された定義に変更されたハンドランチによる F1 バイト級の発行 F1 バイト級は FAI の模型航空競技のうち最初に制定された機種種目である 1928年にイギリスのチャールズ・ウェイクフィールドが寄贈した銀杯をもとに始められた最も歴史の長い模型飛行機の競技である。現在の同級機体の定義と使用制限は以下の通りである。ウェイクフィールド級ゴム動力競技はすべての模型航空国際競技の起源である。模型航空競技は 第一次世界大戦直前の1910年頃、イギリスで始まり、最初の模型飛行機ブームを作った。戦時の中断を経て、1928年に国際競技として、イギリスで始められた、ゴム動力機による、対空競技が、W 級競技である。現在の FAI の、模型航空世界選手権種目は、内燃エンジンなどの各種動力、栄光など、 各種の発行法による、グライダー、さらには、コントロールラインや、ラジオコントロールなどの操縦を行うものなど、数十種に増えているが、第二次世界大戦前は、W 級のみであった。戦後の国際模型航空の再開によって、最初に1950年頃、フリーフライト競技にエコグライダー種目、内燃エンジン付き対空競技種目が加えられた。ついで、 コントロールライン競技種目と、ラジオコントロール競技種目の機関種目が加えられた。一項模型航空競技が盛んになるに従って、多くの派生種目が追加され、現在の数十種目に至っている。W 級の競技に使われる機体は、早々機は、当時の標準的なものが適当に使われたものと思われるが、試行錯誤的に、仕様の制限が、 様々変更され、あるいは加えられ、現在の F1 バイト仕様に至っている。しかしながら、全体の大きさはあまり変化していない。対空性能は、設計と製作の技術進歩により、大幅に向上したが、それに対しては、動力ゴムの制限によって対処されている。1953年までは、動力ゴムは、無制限であり、 機体重量 230g の過半である 150g 以上が搭載された。1954年以降動力ゴムは 80g 以下に制限され、以降 50g、40g、35g を経て、現在の 30g に切り下げられた。現在はそれを 25g に切り下げる案が検討されている。このように動力を1、5にして、対空性能が確保できる。 つまり、効率が5倍になるような技術進歩は、材料の革新と、模型航空力学によって達成された。材料は、1930年頃に、バルサ材が導入、並びに近年進行した、プラスティック、カーボン繊維などの新素材が利用された。これらにより、最新の模型航空工学の知見に基づき、細長く、 空力的効率の高い機体設計が可能となった。空力効率は主翼の重央比や翼服に現れるが近年の2メートル近いスパンは戦前の設計の2倍近い大きさである。本節では2000年代以降の F1 倍途中機体について記す。大きさは翼服1600ミ、mm、リメートル程度で大きいものは1800ミ、mm、リメートルを超す。 蒸気規定の翼面積は主翼と水平尾翼の合計面積であり主翼面積単独では概ね16から17平方デシメートルである機体材料にはプラスチック、カーボン繊維、フィルムなどの素材が多用されバルサ構造は少ない規定から BOM 条項が削除されたので従前は許されなかった完成機やキット機も競技に使われるようになった これらは、ウクライナなどの選手たちが、事故の世界選手権機などを商品化したものである。プロペラの軸受けとハブは、工作機械によって精密に加工されていて、動力ゴムのトルク変動に対応して、自動可変ピッチ、直径が可能である。機体には、電子式の多機能タイマーが搭載されていて、オートラダー、VIS などを適時に、操舵できる。また、 プロペラ回転の固定、解放装置をつけることによって、DRP を操作して、プロペラを畳んだままだか所速で投げ上げ、投げ上げによる高度獲得を試みている。2000年代以降のフリーフライとは、飛行者と物理的関係のないという基本定義は満たしているが、タイマーにより多くの操作がなされていて、実質は高度に管理された飛行である。現在の競技法は、 FAI スポーティングコードの公式役によれば、以下の通りである。つまり、基本的には3分の飛行の多数回の繰り返しであり、確実性を要求される。耐久競技といえ、最高記録を競う記録競技ではない。ただし、第1ラウンド並びに特定ラウンドの4分あるいは5分の、飛行を行う性能は要求される。現在の上昇高度は100メートルを超え、 上昇気流の内製気流時の対空性能は5分を超える。従って、水準の高い競技会では、上記の最大対空時間を全ラウンドクリアする選手が複数存在して決勝飛行を行う場合が多い。F1G99 は1944年に、フランスの模型飛行機雑誌、レモデレレッド・ドウィ・ディ・アビオンの編集者、モーリス・バイエットが提案し、 開始した中型ゴム動力対空競技機。現在では国際級に採用され F1 バイト級に比べて小型、簡便で狭い場所でも競技できるのでジュニア種目として人気がある。また各国の国内級にも使われ日本でも採用された動力ゴムが最大 10g と極めて少量に制限されている点が特色。当時は 対空時間を向上させるためには最大限の動力ゴムを搭載するのが上等手段であったからウェイクフィールド級では動力ゴム 100g 以上搭載費50%くらいであった現在は動力ゴムを制限することが当たり前になっているから1944年の CDH 級は極めて先進的なゴム動力競技規格と言える FAI の暫定規定の 日本模型航空連盟役によれば、クラス F1、G 伸縮性モーター付き模型クープデーベールの規定主要部は、下記の通りである。F1 バイト級と違い翼面積の制限条文が、ないので、主翼を大きくして、翼面荷重を減少させて、滑空性能を向上させられる。ただし、主翼を大きくすると、気流の乱れに影響されやすく、上昇速度も低下する。 したがって、主翼面積は、間接的には、選択幅を決められるが、F1 バイト級のような直接制限ではないので、機体全体の大きさを決める自由度は大きい。講述するように、CDH 級は近年ほど大型化しているが、現時点では、主翼面積は12から15平方デシメートルが、選択される。抑服。 重央比は F1 バイト級ほど極端に拡大していない。これはより小型低速であるために極端な大重央比翼ではレーノルズ数が低くなり翼型性能の低下を招くからである。またバルサを主体とした木製構造の比率が高いので大きな重央比は強度的に抑制される。プロペラや 機体のハイテク化も F1 バイト級より小型で軽量であるために取り入れる余裕が少ない。ただし技術の進歩によってハイテク装置の小型化が進み現在の F1 バイト級並みの水準に近づきつつある。2003年時点の日本の F1G 級の上昇高度の実測値は60メートルを超えていた。総対空時間は 上記を元に推算しても、競技成績を集計しても、3分を十分に上回る。競技は2分の飛行を5回繰り返す方法で行われるが、毎回2分を記録する競技者が複数出現して、決勝飛行となる場合が多い。F1G 級の競技は1回の飛行時間が短く、飛行回数も少ないので進行が早く、 早朝より正午までの半日で消化することができる。これに対して F1 バイト級は日の出からおおむね日没までの時間必要とする。1944年にフランスに始まった CDH 級は現在の FAI の F1G 級と多少異なる規定であった。イギリスをはじめ各国に取り入れられながら国際競技を経験し様々な試行錯誤の結果が 現在の規定である。当初の機体制限は、1960年頃の英仏対抗競技から国際化が始まった。英仏対抗競技は長期間続いた。CDHQ 競技は1種目にまとめられたものではなく、4種目ほどに分けられていた。蒸気は、離陸発行であるが、手投げ発行の種目が別に行われるようになった。もともと、模型飛行機の発行法は、 離陸が本筋であり、1955年までは国際級の W 級も離陸であった。以後は手投げに改正され、1960年当時の国際競技はそれが基本になっていた。現在の F1G 級はこの手投げ版の CDH 級の流れになる。ただし離陸発行には独特の面白さがあったので離陸発行による競技も残された。 次に、全重量を 80g より 100g に増やした別種が誕生した。わずか 20g の差であるが、100g 型は正規流時の性能比較を試行し、汎用性のある 80g 型と異質の機種である。さらに、F1G 級では、蒸気の手投げ式 80g 型の胴体断面制限を削除し、より普及性の高い形で、 国際級競技企画に制定された。オープンラバーは、使用制限の全くないゴム動力の対空競技用、模型飛行機である。抗議には、わずかな使用の制限あるいは指定があっても、その影響が小さい場合は、オープン系として含める場合もある。日本の1960年頃までの国内級は、使用制限が全重量だけであったので、オープン系とされている。 その対局は別項に示す F1 バイト級、F1G 級など国際級の規格で他項目の規定によって全重量、動力ゴム重量、翼面積などに使用の制限を受けている。これらは制限系、非オープン系などと分類され設計の自由度が低下して外形が確一化する欠点を持つ。制限項目のうち最も影響するものが 動力ゴムの量の制限であり、外形的にもゴム搭載部の長短で識別できる。模型航空競技の早々期においては、枠組みや方向付けが未知であるので、ゴム動力機以外の機種も含めて、すべてを受け入れる、オープン種目で発足することが多かった。競技を行ってから、公平性、安全性、技術進歩、管理運営面などを発生した、様々な問題に対処するために、 試行錯誤的に様々な制限が加えられる。ゴム動力機の場合、動力ゴムを選手が腕力で巻き込まなければならないから、使用する動力ゴムの量に対して、体力的な限界に起因する上限が存在する。歴史的に見ると、動力ゴムの重量の上限は 150g くらいで、ある。現在の動力ゴムが蓄積するエネルギーは1ムに、月1ラム m であるから、 これを巻き込む仕事量は 150kgm になる。動力ゴムのワインダーにはハンドドリルが使われ、右手でクランクを回すことによって巻き込んだから、機械式のジャッキで自動車を持ち上げる作業に類似し、150gm の仕事量はトラックのタイヤ交換にも匹敵する。オープンラバーの競技の場合、1日に数回蒸気のゴム巻き作業を行い、加えて、 飛んでいった機体を回収するために数キロメートルのクロスカントリー層が必要である。このような肉体的負担の大きい飛行作業は難しく、その半分くらいの動力ゴムが一般的であった。半世紀前の F1 バイト級の動力ゴムは8 0ムであり、機体の大きさはそれに見合ったものであった。一般的にはオープンラバー機の大きさは 制限されなくても F1 バイト級程度に修練した。グライダーやエンジン付き模型飛行機の場合は、機体の大きさの上限を自然的に抑制する要因がないため、大型化の歯止めが効かず、大型化による弊害が生じたので、比較的に早期に大きさの制限が加えられた。機体の大きさの拡大に対する歯止めを内蔵していたため、オープンラバー種目は長寿であり、 数年前までイギリスの国内級に存続していた。存続の積極的な理由としは、設計上の自由度の大きさがある。オープンラバーは、ゼロからすべてを決めなければならないという作業を要求されるので、模型航空機の設計を学ぶ上で最良の教材であるとされている。オープンラバー級は、基本的には、無制限であり、規格や使用の制限は存在しない。 しかしながら、抗議のオープン系種目を見ると、日本の QR 級は、当時の日本人の平均的な体力では、全校のような完全なオープンラバーは無理であった。また、完全にオープンにすると、当時の国際級ゴム動力機が国内級に参入することになり、熟練した国際級モデラーに上位が独占される可能性があった。国際級の機体を排除しないと、 初心者参入による普及を目的とした国内級の趣旨が阻害された。さらに、戦前のゴム動力機の規格に C 級があり、QR 級はその後継として、下記の制限に基づく大きさを踏襲していたとも言われる。日本の軽航空機記録規定アメリカのオープン系ゴム動力機はアンリミテッドラバーと呼ばれ、動力ゴム重量などの制限はなかった。ただし、 当時の AMA の規定では、全機種共通に、翼面積による級別が行われていたので、それに準じて、C 級ラバー、D 級ラバーなどと呼ばれ、競技や記録はこの級別に行われていた。現在では、オープン系のゴム動力機は飛ばす場所がなくなったので、現役の機体に基づく設計例はほとんど存在しない。わずかに、イギリスで、BMFA ラバーという、 動力ゴムだけ 50g に制限した規格を中前の真のオープンラバー級の光景として試みている。過去においては1960年前後がイギリスのオープンラバーの最盛期であった。当時の設計としては F1 バイト級程度の翼面積の機体をより簡易な軽量構造で作り、軽量化された重量分を動力ゴムに置き換えたものが一般的であった。 機体を大型化した場合、地上山上の法則により、翼面荷重は大型機ほど増えることになり、飛行速度、沈下速度は大きくなる。大型化は、空力効率の向上をもたらすが、前述の性能低下と相殺され、不利となる場合も少なくない。1960年当時の技術水準では、F1 バイト級程度の大きさのオープンラバー機が妥協点であった。 1960年代以降、新種のプラスチック材、接着剤、さらにはカーボン繊維剤など新素材が断続的に取り入れられ、工作手法も進歩したので、オープンラバーは大型化している。大型の設計としては F1C9 を超える大きさで、翼幅と全長が1.8メートルくらいのものもある。現在の BMFA ラバーでも、 この大きさを踏襲した機体が試みられている。日本の q r 級は、当時の f i b 級より一回り小さい、主翼面積12から13平方デシメートルくらいが、全重量1 7 0ムに対応する、実用最大寸法であった。また、戦中の q c 級を踏襲した、翼服、全長が9 0 0、mm、トルくらいで、全重量が100から1 3 0ム程度の機体が、 手頃な中型機であった。社会の発展に伴う空き地の減少のため、オープンラバー級のような滞空時間の長い機種を十分に飛ばせる場所は現在は存在しない。1960年代当時、イギリスのオープンラバー競技は五部の飛行を3回行っていた。前衛大会では、この飛行を行った機体が十数機に達し、 無制限の結晶飛行では10分を超す飛行を行う機体が半分くらい存在した。だから、この時点の技術水準でもオープンラバー級の対空性能は10分超であると言える。ライトプレーンは一定の形式の小型ゴム動力模型飛行機を指す。戦前から戦中にかけて模型飛行機の教育が小学校、国民学校で成果として行われ、 その教材として、ライトプレーンが使われた。この教材機の形状は、一本の棒材の胴体の外側に動力ゴムを装備し、翼は竹飛行円にして、切り板のリブで前後円をつないだ片面紙針であった。教材機は、学科として、全学堂によって製作されたから、奇数は膨大であり、一般に与えるイメージとして、極めて強力であった。 そのために、蒸気のような形式のゴム動力飛行機に、ライトプレーンという故障が定着した。日本模型航空連盟や、その前身の日本模型飛行機競技連盟が、制定した、戦後の公式競技規定の上では、ライトプレーンの極は使われず、単に、A 級と呼ばれた。いわゆる、ライトプレーンに相当する、A 級の競技の出場機の多くは、 全項の形式のものであったが、規定上で定められた条件は、ゴム動力模型飛行機である。翼の構造については、規定をしていないため、従来の竹ひご構造のほか、大型機で使うようなバルサ材組み立ての厚さを持つ、翼や、スチレン材の削り出し翼、スチレンペーパー翼など、自由である。胴体の構造や、材質も、特に定めがないために、 組み立て式の中空箱型断面のもの、薄板を巻いたパイプ銅、さらにはカーボン材のパイプ銅なども使われている。一向の概念からは、ライトプレーンは、滞空時間の短い低性能の燃焼者向けの模型飛行機等ことになるが、戦中、戦後期より半世紀を経過して飛ばす層は高齢化している。空き地の減少や少子化に加え、パソコンなど子供の興味の多彩化。 さらに受験戦争などによって、年少者の模型航空参入は激減している。したがって、現時点で、ライトプレーンを飛ばしている層は、高年齢の熟練者が中心になっている。機体性能は大幅に向上し、2校の機体制限だけでは、国内級の中型機と同等の対空時間2分以上に、達し、地方の狭い飛行場に収まらない。 そのため、1分程度の手頃な性能に抑えるため、グラウンドルール的な負荷制限を加えて、競技を行っている。負荷制限としては従って、1、2項の定義に収まる場合でも、形状は多彩である。現在の日本の模型航空海において、ライトプレーンは熟練者が狭い場所で楽しむための、設計と制作の自由度が大きい、特殊使用機と言える。特に、加齢によって、 国際級など長時間飛行を何回も必要とする種目の競技が困難になった熟年層が体力に見合った競技機として選択する例が少なくない。現在の最上級種目である国際級はそれゆえに多数の参加者によって最高の研究と技術が投入され最適設計が煮詰められている。だから設計の自由度は極めて小さく ほとんど同じような機体による競技となっている。従って、設計能力の高い熟練者層にとっては、ライトプレーンなど、未開拓の機種の方が、興味深く、上記のような結果となった。ライトプレーンの性格は、1960年くらいから、徐々に、年少者の入門練習機より熟練者の競技機へと、変化した。1960年代は、 模型航空のジュニアプログレムが目立ってきた時代で、その現象は現在に至っている。1960年以前は、戦中の教育の余生によって、多くの若年層ライトプレーン人口が残っていて、模型市場の大きな需要層を形成していた。そのため、模型業界主催の競技会も多く開催され、ライトプレーンの参加者も多かった。若年者が激減した結果、 経験年数の長い設計能力のある熟練モデラーだけが残され、ライトプレーンはハイテク構造で高度な技術が投入される機種となった。栄光される F1A 級模型グライダー F1A 級模型グライダー模型グライダーは、ファイ制定の国際級フリーフライト模型グライダーで、世界選手権や各種国際競技や、 国内公式競技の栄光発光の対空競技種目に使われている機種である。1948年にファイが制定した時に1940年代にスウェーデンとフィンランドが作った模型グライダー企画を元にしたので、救命あるいは別名のノルディック A2 級としても知られている。F1A 級の具体的な競技規定は下記の通りであるが、 企画3.1、2については1955年の小改定以来変更されていない。多種の国際級である F1 バイト級や F1C 級は数多くの規定の改定を経て現在に至っているが F1A 級は60年前の機体でも現在の競技に参加が可能なわけで例外的な長寿競技種目である。グライダーは定められた 栄光策の長さによって、対空飛行を開始する高度がおおむね一定に抑えられるから、時代が経過しても、対空時間はあまり向上しない。これに対して動力機は、出力の向上などによって、上昇高度が大幅に増えて、競技に支障が生ずるくらい、対空時間が向上し、使用などの規制を強化して、対空性能を抑えなければならなかった。 現在の競技規定は、次の通り現在の機体は、スパン約2000から2500ミ、mm、リメートルで、プラスチック系の新素材を使用した構造が多い。以前は、バルサ製で、材料調達や製作が容易であるので現在も、残っているが、強度や、設計の自由度の点で不利であり、減少しつつある。前述の戦術的な栄光法を行うために、以下の機器を装備している。 1955年当時の機体は、使用の制限は同様であったが、蒸気の装備品の大部分は使われず、針金を L 字型に曲げた単純なフックと、ひなわ式、デサマライザーと、栄光策の離脱だけで操作される、オートラダーくらいであった。翼型翼型については1955年当時、以来、フリーフライト対空競技機ではおおむね厚さ6%。 カンバー6%くらいが最適であるという結論は変わっていない。ただし、当時の優秀翼型の内高速、高揚高飛系が生き残り、低速、高揚力系は淘汰された。近代の F1A 級グライダーは、栄光周期の加速が重要であるのに対して、以前は、 滑空速度で静かに離脱したため、低速で沈下が低い翼型という選択肢もあり、それが有利な気象条件も存在した。主翼の重央比主翼の重央比は、プラスティック系の新素材の利用によって大幅に増大した。九百五十五年頃のスパンは二千ミリメートル程度であったが現在では二千五百ミリメートルを超えるものもあり、誘導効力の減少によって、 滑空比が向上し、沈下率は減少している。栄光よりの離脱速度が高速化すると、その瞬間に主翼にかかる荷重は増加する。離脱速度が大きいほど離脱後により高く上昇するので、高速化とそれに伴う主翼の曲げ荷重の増加は進行する。したがって、現在の主翼が追加的に負担する曲げ荷重は、スパン増加による分と、 高速化による分と両方が重なり、必要となる大幅な強度の向上には新素材の導入が大きく貢献している。1955年の世界選手権で、ルドルフ・リンドナーは3分4回と166秒の合計886秒で優勝した。当時の競技は3分マックス5回制であった。2007年の世界選手権では、 ピーフィンダールが1290秒と、決勝飛行341秒で優勝した。現在の競技は7回制であるが、そのうち6回は3分マックスの飛行。風のない第一ラウンドは3分30秒マックスの飛行を行うから、全ラウンドのマックスをクリアすれば1290秒になる。この競技会では19名の選手が1290秒を記録したから、 決勝飛行が行われ、その最高記録がフィンダールの341秒であった。決勝飛行再開の記録は194秒であり、通常ラウンドのマックスである3分はクリアしている。54年の間隔を隔てた両競技会の参加機の使用制限は同一であり、飛行記録は同じ基準で比較できる。記録だけを見ると、 半世紀の間にそれほど向上したわけではなく、3分をクリアできる確率は昔でもかなり高かった。しかしながら、競技の性格は1955年以前は最高記録の樹立試行であったものが、以降は毎回の確実性を目指す耐久競技に変わり、設計方針もあらゆる気象条件に対処できるタフな機体の製作を試行した。だから、 現在の機体の表面的な対空性能は、この変化に対応するために抑えられていて、技術進歩は、気象条件などの変動要因に影響され、憎い確実性の向上に向けられている。室内機は、文字通り部屋の中で飛ばす、模型航空機であるが、ファイスポーティングコードでは、以下のように厳密に定義されている。大きな競技会では巨大な格納庫や、地下に掘られた。 深さ数十メートルの岩塩坑などが使われるが、バスケットボールコート1から2面程度の、小体育館で楽しまれることが多く、リビングルームスティック級という名前の示すように、一般住宅の居まで飛ばす機種もある。代表的な機種は、透明な翼でゆっくり飛ぶ、超軽量ゴム動力機で、対空競技を行う。ホビー、スポーツとして楽しまれている。 現在の室内機の起源は1920年代まで遡る。ただし19世紀までの模型航空は飛行を学術的に追求した実験で条件の管理や実験操作が楽な室内が使われた。1920年代中頃にはアメリカで室内機の競技会が開催され、平板翼型で2分内外の記録が出た。 2分の対空は、現在の屋外のライトプレーンでも熟練者水準の記録で、湾曲版翼を使うようになると対空時間は5分台へと倍増した。1930年頃のバルサ導入によって軽い機体が容易に作れるようになり、加えて、中空の胴体が導入され、対空記録は10分の大台に乗る。1934年には、 カール・ゴールドバーグがマイクロフィルム機で対空記録22分。30分の壁は15年後にクリアされ、それより13年後の1962年には、イギリス空軍のカーディントン基地の飛行船格納庫で45分に達した。現在では、室内機の対空性能は1時間を超えるが、室内野球場などの大きな空間によっても記録は向上するので、記録を 追う意味が薄れてきている。そのため、会場の大きさに段階を設け、それぞれのクラスで記録を比べるようになった。また、機体も使用制限を強化して、絶対性能を抑え、加えて、大小、難易のクラス分けを行い、多彩な競技を楽しめるような枠組みに変化している。日本の室内機競技は、 世界記録が40分を超えた1960年代に、その技術を文献上で勉強したエリートたちが、最新の材料で作った機体を使って始めた。比較的短期間のうちに10分の大台を超えることは、でき、1970年代初めには20分が、そして70年代末には40分が記録され、20年、足らずの間で世界に追いついた。 マイクロフィルム室内機の翼材料で最も軽いものはマイクロフィルムと呼ばれている。マイクロフィルム以前は日本の岩皮紙やコンデンサーペーパーなど薄い紙を貼っていた。岩皮紙は電書バトや忍者の通信文に使われ、コンデンサーペーパーは電気回路のコンデンサーに使われる紙で両方とも非常に薄く、1平方デシメートルあたり0 1ムくらいの 重さである。マイクロフィルムを貼った室内機は10平方デシメートルくらいの大きさの翼でも全1 1ム程度まで軽量化される。しかし、マイクロフィルムは機体制作者が手作りしてうまく作れたものを採取する必要があること、強度もギリギリでデリケートな扱いを要するなどの点があり、一般的には前述及び後術の材料がよく使われている。 このマイクロフィルムは、セルロースエステルの薄膜で、機材を溶剤に溶いたものを水面に適化して、油膜のように広げて採取する。厚さ例、数ミクロン。重量は1平方メートルあたり3から5ミリグラム。タングステン線による、翼の針線室内機の翼の構造では、大きな翼には、針線による補強が必要。 室内機の針線に使うタングステン線の太さは1、100ミリメートルくらいで、長さ1メートルあたりの重量は1ミリグラム程度で、重さは無視できる。工業生産されるプラスティックフィルムマイクロフィルムより多少は厚く重いが安定した被覆剤が工業的に量産されるようになったため、現在種として使われるのはそれらのフィルムである。 コンビニエンスストアで小分けに使われている薄い袋は前述の各種フィルムに比べれば数倍厚く重いが紙よりは軽くて空気の漏れがないため入門機、初級機には十分に使える重量管理機体の全重量が数グラム以下であるので部品の重量管理には精密ばかりが必要である精密天秤や同じ精度のデジタルばかりもあるが 細いピアノ線を水平に張り出し、その先端に部品をかけて、たわみ量を測るやり方でも、おおよその測定はできる。トルク管理室内機は、上昇が良すぎても天井にぶつかり不利になるために、出発時の動力ゴムのトルクが高すぎないように、管理する必要がある。そのために、簡単なトルク系が自作されている。トルク系の構造は、30センチメートルくらいの細い、 鋼鉄線に動力ゴムをかけて、そのよじれ角度を測定するものである。パイプの中に鋼鉄線を入れて、指針をつけ、パイプに取り付けた分度器で読み取る。飛行方向の修正狭い室内で、飛行方向が壁に向かうことを修正するために、長い釣りや浮遊する風船の糸を使って、短時間機体に触れることは認められている。 早々期で飛ぶ確率が低い時は何回もの失敗を乗り越えて記録を作ることが試行され技術が進歩して多くの人が飛ばせるようになるとルールを決めて相手と競うことが主に変わってくる裾野を広げて普及させることが重視されてきて競技機の企画や競技のシステムも変わった記録試行時代に比べると普通の人が飛ばすようになり大記録が出なくても 手軽にいつでも飛ばせることが望ましい。多くの国、場所で同じような条件で飛ばすことができるように、競技に使う機体の大きさや性能が中規模の空間を試行するようになってきた。ファイ規定も1962年の記録ラッシュ以降は、蒸気の路線へ転換し、機体の大きさが制限されて、f 1 d 級のスパンガに3くらい切り下げられた。 性能は30分台に低下したが、作りやすく、世界選手権などに運んでいくのが容易になった。3.4、2室内模型航空機、F1D 級の機体使用天井の高さ別に、競技会場の企画化を行い、会場の広さに応じて、記録を評価、比較できるようにした。普通の学校にある、バレーコートや、バスケットボールコートが一面取れる大きさの、体育館は、 高さが10メートルくらいであるが、大きな飛行船の格納庫と別の規格として、公式競技の場所に認定された。現行の天井口の区分は3.4、12、室内機発祥の地であるアメリカでは、普及路線でも先行しており、EGB、ペニープレーンなど小型で、作りやすい、室内機の入門規格を国内競技に採用していた。後年、これらの規格は、 FAI に採用され、F1 リットル級、F1M 級になった。飛ばす会場の小規模化はさらに進行し、リビングルームスティックまで登場した。欧米のサイズのリビングルームは、日本の今よりは広いが、天井の高さはあまり変わらず3メートル以下であるが、記録的には、この高さで数分飛んでいる。室内機の主流あるいは正統派としては、翼の透き通った。 ゆっくり飛ぶ、ゴム動力機の対空競技であるが、室内で飛ばす、模型航空機はそれ以外にもいろいろとある。特に室内機競技が、普及路線になってからは、多彩になってきた。ハンドランチグライダー種で、力いっぱい投げ上げて、最高高度で反転させて、滑空に入れ、対空時間を競う種目。1930年頃に、アメリカで始まる。 バルサ材の削り出しの翼を使う。現在まで室内用と野外用が平行的に発展してきたが、室内型はより火力、低速で、飛行経路や投げ方も狭い場所に制約される。ピーナッツスケールスパン 330mm 以下のゴム動力スケールモデル。室内と野外と両用であるが、1970年くらいから室内で飛ばすことも定着してきた。 A 字型ゴム動力機は最初の模型飛行機ブームの主要形式で上から見た胴体の形状が A の字をしている。英語名ではツイン A フレームプッシャーまたは単にツインプッシャーと呼ばれる。形は A5 名の示す A 字型の胴体の総発推進式の通りで平面型が A の字型に組まれた棒状の胴体で A の字の下側に2つの推進式プロペラがつき、機体は A の字の上方向に飛行する。A の字の両方の斜め線に相当する、棒状胴体のトの下には、2本の動力ゴムが取り付けられ、後端の2つのプロペラを互いに逆方向に回転させる。主翼と尾翼の配置は、ンテ型と通常型と両方あった。 エンテ型の配置は現在では少数であるが、大時は、創発推進式のエンテ型であり、飛行機の形式が固まっていなかった当時としては、成功した実績のある配置であった。また、プロペラが、機微につくため、重心位置は、胴体の後方により、主翼を後方につけた方が、縦のバランスは良かったと言える。主、尾翼とプロペラの配置は、英字型と同じだが、 胴体の棒材を T の字型に組み立てた T 字型もあった。二つの推進式プロペラは T の字の横棒の両端に上向きにつき、機体を T の字の下方向に推進する。二本の動力ゴムは T の字の横線の両端と縦線の下端の間に渡される。したがって、講義の A 字型の中には、次の四種の編集が含まれていたことになる。 1908年に始まった最初の模型飛行機ブームはアメリカのライト兄弟、フランスのガブリエル・ボアザン、アンリ・ファルマン、ルイ・ブレリーをイギリスのサミュエル・フランクリン・コーディとアリオット、バードンローなどの実物機の飛行の成功に刺激されて起こった。当初、これらを手本としたスケールモデル的な模型機が試みられたが、当時の模型航空の技術では飛べなかった。主な原因は、 プロペラのトルクによって機体が傾くことを防ぐ手段がわからなかったからである。翌、1909年になって C. フレミング・ウィリアムスと W.G. アストンが個別に独立して互いに逆転するプロペラによる双発推進式の最初のエ字ジ型ゴム動力機を製作した。この形式はプロペラのトルクが相載されるために傾かず、直進性が優れていた。 以来、英字型模型飛行機は、蒸気の変形を派生しながら、1920年代後半まで模型飛行機の主流形式になった。当時の模型飛行技術では旋回飛行は困難であり、直線飛行による性能向上が目標となった。競技形式も、直線飛行の距離、滞空時間、速度などの記録を比較するものであった。英字型機は、 このような環境に適合し、発達した。1912年の最初の公式記録会においては、エ字ジ型機が手投げ発行によって次の記録が樹立した。機体の設計は、下機のようにそれぞれの種目に特化していて、対空機は軽く、翼面積が大きく、動力ゴムが細く、低速長を時間飛行を試行しているのに対し、距離機は重く、 翼面積が小さく、動力ゴムが太く強力で、短時間の高速飛行を試行している。主尾翼合計翼面積132平方でシメートル、全重量4オンス、プロペラ直径9インチ、動力ゴムは1、8インチ幅平ゴム8乗種、尾翼合計面積94平方インチ、全重量5オンス、プロペラ直径10インチ、動力ゴムは1、 8インチ幅タイラゴム14乗1.5オンス。記録は1914年には、距離590ヤード、対空時間145秒まで向上している。また、1923年には、対空時間247秒が記録されている。初期の模型飛行機競技で、距離種目が多く行われた理由は、当時のストップウォッチが効果で、 スポーツ用などに簡単に利用できなかったためと考えられる。明治40年の服部時計店の商品カタログによれば、ストップウォッチの価格は100円前後で、高級官僚の月報に匹敵した。しかしながら、1914年の500メートルを超える飛行距離記録は、公園やゴルフコースでは収まらない長さで、正確な測定が困難であり、 以降は競技の主流が対空時間に移った。1928年に開始されたウェイクフィールド級国際競技は胴体の中にゴムを搭載した機体による対空競技であり、A 字型機と距離競技は姿を消した。A 字型機の構造は現在のライトプレーンのように棒状の胴体の外側に動力ゴムを搭載し、翼は 外縁だけによって保持される手下手のない片面翼である。ただし、翼の縁材は竹ひごの代わりにピアノ線や傘の骨が使われ、絹を張っていたので、ライトプレーンより大幅に重い。また、胴体とプロペラが2つあるので、これも重く、蒸気の仕様のように現在ライトプレーンの機体より数倍の重量である。現在の 同程度の翼面積のライトプレーンは、全重量が 30g 以下で、5g 程度の動力ゴムによって飛行する。A 字型は、飛行の安定性を保つために、双発、推進式という形式をとった。プロペラが互いに反転する双発であれば、飛行の安定を保つことはできるが、プロペラが前につく、普通の双発機、あるいは機種と機微に、プロペラがある。 タンデム走発機の場合、2本の手で、プロペラと機体姿勢を同時に固定することは困難なんで、発光動作が極めてやりにくい。離陸発光の場合も、機体が地面に支えられるので多少は楽になるが、蒸気の問題は解消されない。A 字型であれば、飛行者は、機体の後端にある2つのプロペラを、両手で持ち、前に押し出すことによって、1人で発光させることが、 可能である。したがって、英字型機は、当時の取扱い性の条件にも適合した合理的な形式といえる。飛行準備を楽にするために、当時は、互いに逆転する二つのゴム巻きフックを持つワインダーが、市販されていた。世界選手権競技に使われる、エンジン付けのフリーフライト模型航空機。仕様と競技方法は、ファイスポーティングコードに、定められている。 実機の研究に使うエンジン付け模型機エンジン付き模型飛行機の始まりは1848年に飛行したジョン・ストリングフェローの蒸気機関付きのスパンが3.2メートルの機体。廃工場の天井に貼られたワイヤーに懸垂して滑走し終端から3メートルほど自由飛行した。ストリングフェローはその後1868年に ロンドンのクリスタルパレスで、重さ 7kg、1馬力の蒸気機関付き3容器の公開飛行に成功した。この時代のエンジン付き、模型飛行機は、実機の飛行以前で厳密な意味では、模型と言えない。用途は、人の乗れる航空の実現のための実験、研究の手段であり、現在のような遊びホビースポーツではない。ライト兄弟の飛行成功以降のエンジン付き模型、 飛行機も依然として大型で、実機と大差ない手間のかかる複雑なものであり、実験研究の手段であった。原動機としては、蒸気機関に変わり、より高性能な内燃機関となった。1920年代になって、初めて主翼が簡単に取り付けられて、普通の乗用車で運搬できるようになったと言われ、それまでは、実機同様に飛行場に隣接する。 格納庫で組み立てて飛ばさなければならない代物であった。ホビー、スポーツ用のエンジン付け模型飛行機1928年にウェイクフィールド競技が始まった時という規定で 20cc 以上のエンジンも積めるような機体制限であった。競技を始めてみると当時の巨大なエンジン模型飛行機は 小さなゴム動力機に全く歯が立たず、1934年の規定改定によって排除されてしまった。1930年代に個人レベルで扱える大きさの小型エンジンが出現。大きさは 10cc 前後、5000回転くらいで0.2馬力内外。2サイクルのガソリンエンジンで、スパークプラグ添加のため当時の重い乾電池を搭載。代表的なエンジンは、 アメリカのブラウンジュニア機体の使用の霊気体のスパンは現在の F1C 機と同じくらいだが、重量比は小さく、翼面積や機体重量は約2倍。馬力荷重は 10kg くらいで過労じて上昇するモーターグライダーに近い機体になった。大きな金属のエンジンを先端につけた 2kg 以上の機体は、 当時のゴム動力機に比べると10倍重く、衝突時の衝撃は大きかった。よく飛ばないという潜入感で、既存の狭い飛行場で飛ばすと危険で、現実に衝突事故が多発した。アメリカでは模型飛行機の公害が社会問題化した時期があり、模型界も演じ機を容認するかどうかマスコミを巻き込んで大騒ぎになった。結論は、 技術進歩を施行する努力の目を積んではいけないという趣旨でエンジン企業人派が勝ち、現在に至っている。また、模型会の事情作用として安全管理が推進された。天の規定書を見ると安全確保についてくどいほど書かれており、また、早い時期から入会と損害保険不保が込みになるシステムが導入されている。 ガソリンエンジン時代のエンジン機規格同時代のエンジン機規格として日本模型航空記録規定では以下の9が制定されている。蒸気の規定は欧米のものを参考にして制定されている。エンジンの大きさについては3.25立方センチ0.2立方インチ、5.00立方センチ0.3立方インチ、10.00立方センチ0.6立方インチで、 アメリカの A 級、B 級、D 級を踏襲している。グローエンジンの登場第二次大戦中に、グローエンジンが発達、高性能化して、機体に重い電池を積む必要もなくなった。1950年頃には 10cc エンジンが1馬力くらいになり、1.6cc、0.8cc のような、小型エンジンも使えるようになった。エンジンの出力向上によって、 現在の急上昇するガスフリー的な飛び方になった。ファイによる国際級のエンジン付きフリーフライト種目の制定戦後の模型航空の国際活動として1939年のコルダ優勝を以来休止していたウェイクフィールド競技が1948に再開された。同時に世界選手権の運営がイギリスからファイに移管され少し後に グライダーとガスフリーが新設、追加され、フリーフライと3種目が揃った。初めの原 F1C9 競技規定は、まだ、専用の機体が開発されておらず、使用の定番も固まっていなかった。優勝機は、ディーゼルエンジン付きのハイスラスト、中翼という異例の設計で、使用数値も、重量28オンス。 翼面積760平方インチと規定ギリギリの最適値を大きく上回っていた。ゆっくりとした上昇であったが滑空で火星で合計600秒を出して優勝した。世界選手権の開催が昨年になったのは大規模化、広域化した後年のことで開始当時は毎年行われた。優勝期はパイロン式のガスフリーで現在の形に近い定番のスタイル。 当時は出力指向型の15エンジンが存在せず0級を搭載。これは異例で次回以降はすべて15級。記録は209プラス298プラス300イコール807秒代理飛行による優勝も今回のみで代理飛行者はイギリスチームのマネージャー。他人の機体というハンディキャップは大きく、この例は極めて珍しい。 戦後間もない海外渡航が不便な時代には、機体だけを送り、現地のモデラーが代理飛行するシステムが設定され、機能していた。当時は、ボムルールが完全に励行され、飛行者よりも制作者の競技参加権が優先されていた。現在は、購入など、他人の制作した機体による競技参加が許され、競技参加者は飛行者である。 アメリカの K&B 社が初めて15エンジンを発売。ガスフリーの先進国であるアメリカは、同エンジンで1953、54年と連覇。最初の競技用15エンジンの定番となった。現在のように、アルコールとオイルだけの標準燃料ではなく、ニトロ系添加が自由な時代で、ハイニトロ燃料が使われ出力向上に貢献した。 1953年の優勝機は、デーブニーランドの、ベーパートレール機。完全ダインに近い平面系の種、微翼で、パイロン付きの標準的なガスフリーで、ロケット的な急上昇をした。記録は300秒3回の初パーフェクトタイム。参加機全体を見ると形式は多彩であり、設計方針がまとまっていなかった。2位の昨年の優勝機と同じエンジンの小型機。 ノルディックグライダーのような薄翼を使ったハイスラストの全垂直翼付きのオーストリア機、アメリカの権翼のハイスラスト機などが見られた。カール・ホイーデーのセネター機が優勝し、K&B15 搭載機が連覇した。一部に機体を略垂直に立てたビットが採用された。本来は前回の選手権国アメリカ開催のところを、 ヨーロッパ勢に便利な勢力にしたことと、当該競技の普及が進んだために、21カ国74人と、前回よりも格段と参加者が増えた。特に、ソ連県の初参加があった。競技は、初のフライオフがあり、優勝記録は秒。フライオフの相手は、デーブ・ポスナーと、ラリーコのバーで、このバーキは代理飛行名人、シルビオ・ランフランキが飛行。 1958年度から次の規定によることとなった。2位はチェコの V ハイエクで東欧が台等。3位のボンドベーカーの機体は異例のハイスラスト設計で同選手は翌日のウェイクフィールド級も優勝。機体重量が大幅に増えたために機種モーメントが長くなりエンジンのジャイロ効果が増幅されて調整に苦労する傾向が出た。 フリリス機の翼型のベネデック B8353 ビットには今回が初出で後年ガスフリー用翼型の定番。オートラダーとビスの両装備も今回初出。5人のジョイントチャンピオンは次の通り。開始時には適当な15エンジンがなくて苦労した国際急ガスフリーが10年経過した1960年には 競合できる高出力エンジンが4種類は揃った。今回からエンジンの出力向上に対応してモーターランが15秒より10秒に切り下げられた。現在まで何回も繰り返されているモーターラン切り下げの始まり。フリッツ・シュニー・ベーガーが1人だけパーフェクトタイムを出して優勝。機体は COX 定で15エンジン搭載で、 他人の設計した単純な機体の優勝は異例。今回から、フライオフは30秒競り上げ制になり、イーフリギスが秒で2回目の世界選手権を獲得。機体は、ムキー15エンジン付き、ハイニトロ燃料を使用し、オートラダーとビスを装備。2位になった、ガルブレース機は、オートラダーなど、自動操打面を持たず、大きなダウンスラストをつけて、直線上昇。 この時代はビス万能ではなかった。ダルオグリオが秒の一発で決めたがフライオフ出場者は今までで最高の16名に達し2位のフライオフタイムは239秒。ダルオグリオ機の翼はエッグボックス構造で薄き翼、低順王比。この時期より上位に絡むにはメーカーなどでチューンした特製エンジンが必要とされてきた。世界選手権は チェコのプラハで開催され、ハンス・ゼリッヒが、秒で優勝した。ゼリッヒ機は、シート張りの翼面で、ビスとオートラダーを装備、エンジンは、スーパータイガー15にチューンドサイレンサーを組み合わせて、搭載。さらに、以降の定番となった、ゼリッヒ多機能タイマーで、舵面などを制御。垂直尾翼は水平尾翼の後ろの最後尾に、取り付けられ、滑空を重視し、 平尾翼は小さめで、後ろモーメントアームは延長された。68人の参加者のうち13人が、フライオフに残った。今回から7ラウンド制になり、パーフェクトタイム。チューンドサイレンサー使用率は80%に達し、次回以降は、禁止になった。当時のエンジンは、直径7インチピッチ4インチのプロペラで2万1000から2万3000回転。 フンで、新登場した、ロッシ十15は、25000回転、フン。1950年代のディーゼルのプロペラは九4が、主流。パーフェクトタイム達成後に2回のフライオフを、クリアして6分フライオフに至った選手は、ドイツのバウマンとリーケで、共に、前回の税理費に似たシートバリ翼の機体優勝は秒でバウマン。リーケキは、 t 尾翼で、理論的には、効率が高い設計。ロルフ・ハーゲルが秒で優勝。ロッシエンジン付きの機体は、スパンが長く、翼端と水平尾翼は、前縁が交代していて、パイロンが低く、エンジンは、完全にカウルされ、現在の F1C 域に通じる形で、垂直尾翼は3枚。ノルディックグライダーに近いイメージの平面型で、明らかに滑空性能指向。 今までガスフリーは高いパイロンで主翼縦央比は控えめであった。さらにスパンを延長して内翼にも軽いテーパーをつけダイン翼に近づけた設計が現在の F1C 機でありハーゲル機の設計は歴史的な区切り目である。2位になったコスターのフラップ翼機も画期的設計。ビスを使うことによって上昇時の主翼無改革を ゼロ揚力確認して、主翼の揚力を減災して、無駄のない上昇パターンを実現できるが、効力は増える。可動フラップを上げた翼型ならば、揚力を減災すると同時に、効力も最低にできる。ただし、固定部の主翼高度が狭くなるために、構造上は非常に中央比の大きな翼になり、強度面の問題を克服する必要がある。 開始より20年間で大きな変革はほぼで揃い、以降はエンジンの出力の向上と、それに対応するモーターランの短縮が設計の変動要因。ただし、事故に後期の新技術は無視できない。折りたたみプロペラ、減速折りたたみ、プロペラ折りペラ減速ペラは空気抵抗の削減に効果があった。減速プロペラは効率の向上に貢献した。 共に、何万回転する強力なエンジンのトルクに対抗して、壊れないようなメカニズムが必要なため、実用化が遅れた。カーボン材など、構造強度の向上による、空力効率の向上バルサ構造から、カーボン材、プラスティックス材への転換は、材料革命。1930年頃に起こった、後期より、バルサ材への転換も同様であったが、この時は、 沢の材料と工具が単一のものに集約された。今回はそれが再び多種に分散する形の変革である。進行はなし崩しで徐々であるが強度の増大は著しく影響は大きい。主翼重王比の拡大、モーメントアーム拡大と尾翼の縮小によって機体の空力効率は向上した。 折りたたみ主翼エンジンで推進中は主翼を下側に折りたたみ主翼面積を半分くらいに減らして上昇させる方法が開発された。上昇中の効力は半減するため在来の固定式主翼よりも大幅に上昇高度を獲得できる。エンジン停止後は主翼を広げるため滑空性能は変わらず対空性能は大幅に向上する。このシステムは 動力飛行中に主翼の揚力を利用していないために飛行機でない飛行機を代表する形式と言える。飛行機の飛行は翼の揚力に依存する飛行法であるので、主翼を排除して、プロペラの水力だけに頼る上昇は半中外である。エンジン停止後に主翼が開かれ、翼の揚力による飛行が始まるが、この時は動力がないわけで飛行機ではなく、 グライダーになる。加えて、実機に、このような方式の飛行法を行う航空は、存在せず、模型でもない。模型機が、実機の枠から逸脱して進化した例と言える。ありがとうございます。